東京から来た世話係の友人と徳島県へ。途中に来た。徳島市内に来た。ボートにこっそり乗り込んだ。世話係めっちゃ楽しいって。世話係のボスの到着を待つ。昼飯はそばだって。世話係の晩飯は丸亀の一角。僕は帰って晩飯食った。いいね、よろしくお願いします。また明日、バイバーイ。